そっか。今日はクリスマスなんだ。どう過ごそうかな。ネジがどんなクリスマスのね、過ごし方を見せてくれるのか全然想像つかないんだけど。仲がいい人と過ごそうかな。なんかさ、親父が亡くなったっていうお話があったから、すごいダークな感じなのかと思ってたのよ、ネジルートは。でもなんか前回あんなね、めちゃめちゃ迫られたから、もう、なんだろう、他のルートと比べても、距離感がさ、よくわかんねえ。緩急がすごいっていうのかな。上がり下がりって言っていいのかな。すごいよね。でも、本当にそれでいいのかな。そうしよう。じゃあ誘いに行こうかな。もういそう。ドアの外に。失礼します。立花君。あれまた暗い。ネジ先輩、今からお出かけですか。うん、君のところにね。そうだったんですか。何か用事が。ネジ先輩、君は僕に何か用事。公演が終わって一段落ついたので、お時間あるなら一緒に過ごさないかと。そうか。あ、なんか暗い。今日はクリスマス、救い主誕生の日。僕にとっては審判の日になるな。え、お入り。お入り。はい。ネジ先輩、まずは冬公演お疲れ様。すごい舞台だったね。クォーツの生徒が全員成長するどころか生まれ変わってしまったよ。中でも君たちアルジャンヌの働きぶりはすごかった。クラスを支え、導き、みんなを輝かせたんだから。そしてこの世界には美しいものがあるんだと舞台の上で証明してくれたよ、チッチ。よかったね。脚本を書いている時、君がどうチッチを演じるのか星の数ほど想像したよ。でも君はその全てを超えていった。今となっては別の演出方法を使って変な逃げ道を作ろうとした自分を恥じているよ。君の力をもっと信じるべきだった。いえ、ネジ先輩が気遣ってくださっているのが嬉しかったです。そうか、今の君はチッチじゃないね。え、僕がよく知る立花キサだ。立花君、僕は確認したいことがあるんだ。まあ、チッチを見てね、女と確信して、今はでも女性を演じてないから、今みたいなね、いつもの立花キサって言ったんだろうけど、ネジはさ、なんかその一人で舞台の上で、まあ自分の親父のことを演劇っぽくしてさ、キサに見せたけど、あの時確か子供の役をした時にキサはその子供の役を自分だって言ってたけど、あれ実はネジ自身で、キサの、なんて言うんだろう、キサを演じてはいないんだよね。なんか、あ、ここは美月かなみたいな、ここはそうちゃんかなみたいなね、雰囲気を出して演じてたんだけど、ネジ自身キサは演じられないんだろうな。確認したいことですか。即興劇をやろう。僕と君の二人で。役は決まってる。僕が男で、君は女だ。この前やったやつだ。あ、それって確認したいのかな。私が女性を演じられるようにと二人でやった即興劇。僕の体で君の体に思いを浸すよ。これは演技だ。演技だからこそ、今目の前にいるネジ先輩は本気で私のことが好きで、私を女にするためなら何でもしてしまう。あの時みたいだろ。でも今日は違う。逆だ。逆？立花君、
女になって僕を誘惑してくれ。はい、はじめ。自分の気持ちを確かめるってこと？どうした？僕を誘惑しろ。ネジ先輩を誘惑？どうしよう。でもやらなきゃ。何をすれば？手に触れる。まあ男性はボディタッチに弱いんで、手に触れるがいいんだと思うんだけど、愛をささやく聞いてみたいんだよな。個人的なさ、願望。ちょっと手に触れるでいこうか。誘惑だったらネジ先輩の手に私の手を。ネジ先輩ピクリともしない。その程度じゃ誘惑にもならないよ。それに今の君は少年とも少女とも言えない顔をしている。中途半端だ。喉が渇いて水を欲しているわけじゃない。溺れさせてみろよ。この程度のことじゃネジ先輩は満足してくれないんだ。昨日チッチをやったからまだ体は柔らかい。女を演じることだって今ならできる。こうなったらもうネジ先輩が私に迫った時のように私もネジ先輩に強く求めるしかない。俺がドキドキしてしまうかもしれない。まずい。本気で行く。スイッチ切り替えたのか。ええ。おい待て。ええ。ネジ先輩の名前呼んで唇をつける。ネジ先輩に抱きついてから唇を。ええ。ちょ、何これ、どっちにしても結局、唇を押し付けるのパワーがすごすぎて、なんかもう。名前を呼んでにしようか。コクト。コクト。しかもあれじゃん。ネジがさ、スズに教えた、顎をクイッと上げて自分の親指にさ、チュッてするってやつじゃなくても、もう唇押し付けるって言っちゃってんもん。立花くん。女の人がどんな風に男の人を誘惑するかなんて、私にはわからない。甘え方だって知らない。でも、コクトさん。名前を呼んでください。名前。私の名前キサ。もっと。君はコクトさんの唇。私本気を見せます。この人に求められるままたくさんの経験を積んできた。私はこの人の気持ちに応えたい。唇、すみません。嘘だろ？ネジ止めないのか？私はこの人のために何だってやる。ああ、女だ。え？君、女だね。性別を偽ってユニベールに入学してきたのか。バレた。大した才能だ。僕もすっかり騙されていた。ネジ先輩、女性と入学させたんだ。ユニベールも一枚噛んでいるんだろ。いや、保守的な理事会はそんなことしない。校長か。こうやって隠していたくらいだから、女だってことを隠すのが在学条件だね。他にもいろいろ制約がありそうだ。鋭すぎるけど、
俺はあの、まあ、女性恐怖症というかね、そればっかりでまあ頭にちらついてるんだけど。君の形がわからないとよく言ってきたよね。君を形作る性さえわかっていなかったんだから、わからなくて当然だよ。愚かすぎるな、僕は。動揺してんのかな。女性。そうか、女性だったのか。ネジ先輩。君に女になれと迫った時、違和感を覚えたんだ。君があまりにも女性だったから。そしてチッチ、君が演じたのは僕が書いたチッチじゃない。だって僕はチッチをジャンヌのつもりで書いていたんだから。でも舞台にいたのはジャンヌではなく美しい生身の女性だった。確信は今、君から女性としての愛情を感じた。女性を避けてユニベールに来たんだけどな。ネジ先輩、すみません。私は。気にしないで。いえ、でも。大丈夫、君のことをバラすつもりはないから。クォーツには君が必要だって一番理解してるのは僕だよ。そうじゃなくて、ネジ先輩を騙していたことを。幸い僕がユニベールにいるのもあとわずかだ。秘密を抱えたまま卒業するさ。芝居には自信がある。ネジ先輩、私と目を合わそうとしない。明らかに動揺してるな。いや、世の中には自分の思い及ばないことがたくさんあるんだね。参考になったよ。いつものテンションの高い、そのまあなんて言うんだろう、あれも演技のね、びっくりとかなのかもしれないけど、今回ガチの焦りだね。君は今日くらいゆっくり休んでおきなさい。昨日あれだけすごいものを表現したんだ。疲れているだろ。僕も脚本を書かないと。ユニベール公演最終公演の脚本、冬休み中に仕上げなきゃいけなくてね。え、書けるのかな。これは拒絶だ。わかりました。失礼します。ネジ先輩、本当にすみませんでした。うん、お疲れ様。どうしよう。いや、なんか重い。おい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 、ネジがさ、あの調子でなんか、うん、お疲れ様って言われたら、俺なんかもう立ち直れないかもしれない。ネジ先輩に女だってことがバレた。オーラマハベンナで、たとえ女だとバレても演じ切ろうと思ってはいたけど、ネジ先輩、ネジ先輩を傷つけた。どうやって隠してきたんだ。ユニベールの一生徒としてこれまでずっとやってきていたんだぞ。稽古も公演も、それこそ寮での共同生活だってごくごく普通に。夏合宿の時は、あ、海で水着になったじゃないか。あの時は、いや、平然としてた。同期たちとだってうまくやっていた。いや待て、夜長君は、彼とは確か幼馴染。米長君との関係に嘘は感じられない。じゃあ協力者なのか。そのおかげで隠せていた。いや、でも織巻君は違うはずだ。いつも彼らと一緒に。あ、どうしてだ。僕は立花君のこと一度たりとも彼と称したことがない。僕だけじゃない、他のみんなも立花君のことを彼と語らない。みんな無意識下で立花君を女性だと察知していたのか。俺それには
気づかんかった。いやでもダメだ、わからない。確かに彼とは呼んでないな。男性だけで作り上げる歌劇、その中に女性がいるなんて。ユニベールという特殊な環境が真実をかくまっていたのか。隠す、チッチ、そのまま立花君じゃないか。無意識下にあったものが脚本に出てしまったのか。そりゃ苦しいだろ、悩むだろ。女性だってバレたらユニベールにいられなくなるのに。でもやりきったんだ。これが才能なのか。ああでも泣いてた。舞台の上で彼女は泣いていた。抱えてきている不安を才能だけで払えるはずがない。彼女は一体どんな覚悟で舞台に。あの子のことだから知らないところで震えながら、それでもクォーツのために。ダメだ、キリがない。最終公演がある、脚本を書かないと。書けんのか。クォーツに輝きを見てアンバーから転化してきたんだ。このクラスならきっと最高の舞台が作れると。構想はいくらでもある。冬公演で成長したみんなをさらに飛躍させるようなものを。僕ら3年は思い残すことがないように、後輩たちはこれからのしるべになるように。でも立花君に何を演じさせたらいいんだ。ああそっか、女だと知ってしまった今、何も考えずにってことはないんだけど、いつもならね思うままにかけてたんだけど、女性である、立花キサは女性であるっていう事実が役作りというか物語、まあ人物とか構成するね、いろんな要素にその事実が絡んできて、どれに当てはめるのがね。立花君に平常通り接することができなかった。今頃彼女は、あ、いや、とにかく話の枠組みを、プロットを。大丈夫、すぐ書ける。それに書いてきた、全部書き終わったら彼女とちゃんと話そう。今さら女であるっていうことを無視していつも通りの役は与えられない。ましてやそのチッチみたいな役は書きにくいのかな。書きにくいだろうな。でもそれでも王国の使者やるんだよな。最初のセリフは、違うね、まずは全体の構成からだ。テーマはどうしようか、みんなの配役は。立花君は、そうか、こういうことだったのか。書けない、何一つ思いつかない。彼女の、立花君のことしか考えられない。まずいことになったな。ネジ先輩。立花、一人か。エニス先生、お疲れ様です。ああ、お前も冬公演ご苦労様。チッチをお前の願う形でしっかりと演じたな。公演準備期間中、いろいろと気にかけてくださってありがとうございました。俺は担任の仕事をしただけだ。感謝されるようなことじゃない。次はユニベール公演、最終公演とも呼ばれているな。1年間の集大成、最後の公演だ。
ユニベールにいるための条件に周囲との関係を築くというのがあったな。これに関してはもう達成している。お前は周囲の人間を尊重しながらみんなと一緒に舞台を作ってきた。クォーツ星のお前に対する信頼も厚い努力の結果だ。あとはユニベール公演で主役に選ばれるか。例年通りなら年明けの始業日にその結果がわかる。配役発表まで落ち着かないだろうが、こんな時だからこそ気持ちを引き締めて毎日過ごすといい。女だってことがバレればユニベールにいられなくなるのは変わらないんだからな。エニス先生。秘密はまだ表に出ていない。今まで通りにやるんだ。いいな。エニス先生はどうしてこのタイミングでユニベールにいるための条件を確認してきたんだろう。バレたってことを、バレたってことがバレてる。エニス先生および校長には。でも秘密はまだ表には出てない。ネジは、ネジにバレたってことはバレてるんだけど、ネジ以外にはバレてないから、まあまだ守れてるっていうことなんじゃないかな。何か気づいたのかな。気づいた上で念を押したのかな。ユニベールは男性だけで歌劇を作る男子校。本当なら女の私は入れない。ユニベールの舞台に立つのが夢だった。その夢を叶えるためにここに来た。でもその夢がネジ先輩から安心できる場所を奪ってしまったんだ。私、ネジ先輩の期待に応えたかった。ネジ先輩のためならどんなことだってやるつもりでいた。でもその思いが強すぎて近づきすぎちゃったんだ。ネジ先輩のことを思うならもっと距離を取らなきゃいけなかったのに。あれ、そうか、私ネジ先輩のことが好きになっていたんだ。だからだ。即興劇でネジ先輩に誘惑されたとき、誘惑したとき受け入れたのか。私が女だってことと一緒にネジ先輩のことが好きだって気持ちもにじみ出ていたんだ。女性に好意を向けられるなんてネジ先輩にとって負担でしかないのに、こんなの拒絶されるに決まっているよ。これ、ワンチャン、ジャック・ジャンのやるんじゃないかな。キサルート同様。ネジルートも、キサがさ、ジャック・ジャンのやるんじゃないかな。どうだろう。やっぱジャック・ジャンヌっていう役は、あれかな、キサルート特有のもんなんだろうか。でもまあ一応ネジのルートだし、アルジャンヌに落ち着くのかな。あ、っていうかもうあれじゃん。大晦日じゃん。
パッパッパッと来ちゃったけど、どうするんだろう。いつもなら過ごすけどね、一緒に。会ってないぞ、あの出来事から。あれから一度もネジ先輩に会っていない。姿も見かけてない。来週には学校が始まって、ネジ先輩とも顔を合わせることになる。どんな顔して会えばいいんだろう。どんな顔して会えばいいんだろう。あ、ほら、ヨナガ、やっぱここだよ。立花、立花。お疲れ様、キサちゃん。稽古中にごめんね。あ、ううん。どうしたの、二人とも。俺ら今から帰省すっから、その前に声かけとこうと思ってさ。帰省？あ、そっか。今日は大晦日だもんね。二人ともお正月は実家で過ごすんだ。正月くらい顔見せろって身内や地元のダチに言われてさ。僕は部屋の掃除をしてくるよ。綺麗に片付けてくるつもり。そっか、二人ともゆっくりしてきてね。あ、俺ちょっと稽古してから帰ろうかな。え？あ、僕も。でも、いや、だってお前、俺らが実家帰ってる間も稽古しまくるつもりだろ。ただでさえ先行かれてんのに、これ以上行かれるとかヤバすぎるわ。最終公演が始まる前にやっておきたいことは山ほどあるしね。三人で稽古納めしようよ。やっぱ三人で稽古すんのいいな。初心に帰れる。新人公演の時に比べるとできることも増えてきたね。この二人はなんかあれかな、気を使ってくれたのかな。なんか一瞬変な間があったし、本当に稽古したかっただけなのかな。先輩たちに比べたら全然だけど、俺らも成長してるよな。よし、じゃあ次は。あ、鈴くん、そうちゃん、時間は大丈夫？え？うわ、やべえ、もうこんな時間か。これ以上やったら今日中に帰れなくなる。行こうぜ、ヨナガ。じゃあ立花、また来年な。お土産買ってくるね。うん、ありがとう。二人とも良いお年を。ありがとう、鈴くん、そうちゃん。やっぱり二人ともちょっとキサがあれかな、元気ないの気づいたのかな。稽古しよう。なんでだろう、体は疲れているのに頭だけはずっと冴えてる。いや、わかるな、この感覚。ネジ先輩、今何をしているのかな。なんかどれだけさ、悩み事というかさ、そういうのあると、それをさ、もう体動かせばちょっとは楽になるだと思って、思いっきり疲れるようにがむしゃらに運動して忘れようするんだけど、やっぱどうしてもなんかこう思考が回っちゃってさ、ずっと冴えてる状態が続くんだよね。脚本進んでいるのかな。ここにいたのか、立花くん。あ、調子が戻ってる。何倍ゴーストにでも会ったような顔をして私を狩るつもりですか、狩人。え、どうしてネジ先輩がここに。狩人だって新年くらい休みなさい。ゴーストはどこにも消えはしないさ。え、新年聞こえないのかい。君のバックコーラス除夜の鐘は今まさにクライマックスを迎えようとしている。マジか。マジ。本当だ。それはやりすぎでしょう。ハッピーニューイヤー。今この世の老若男女は全員大騒ぎさ。僕らも神楽舞踊り、賛美の歌を響き渡らせ、祭り祈り讃えるのが礼儀というものだろう。行くよ。え、どこに。初詣さ、ほら。
これがあの初詣で、散歩中にたまたま鉢合わせた時以来か。いや、初詣民たちを見学する会以来？あ、おみくじ全吉兆コンプリートチャレンジ以来かも。ネジ先輩、いつも通りだ。でも、どうして？あー、いや、強がってるというか、なんか取り繕ってるというか、そういう風にも見えないような気がするんだけど。何よ、人の顔をじっと見てからに。あ、すみません。なんか吹っ切れた感じかな。僕のコケティッシュな顔面に見とれるのもわかるけど、賽銭箱が近づいてきたよ。君にこの五円玉を授けよう。好きなことを祈っちゃいなさい。当然僕も参戦するよ。何せ今は神頼みでもしたい気分だからね。え、ネジ先輩が神頼み？ああ、かけますようにって。お、順番が回ってきた。しっかり拝み倒そうじゃないか。あ、はい。ネジ先輩が静かに祈ってる。私は何を願ったらいいんだろう。ネジは神様に祈るタイプなのかな。どうかネジ先輩が。さあ到着。あっという間だったね。僕は作業部屋に戻るとするかな。付き合ってくれてありがとうね。いえ、私の方こそ声をかけてくださってありがとうございました。君の笑顔って印象的だね。え、新玉の年踏み二人袋小路かな。一つ聞いてもいい？君、もしお芝居ができなくなったらどうする？え、お芝居が？体が、心が何一つ動かない、何も演じられない、そんな状況になったらどうする？これはキサ気づくでしょ。気づかないのかな。一回あの演技ね、見せてるからね。あの、自分の親父のことを模した、なんて言うんだろう、演劇というか、一人でやったやつ。私は必死で諦めようとする。どうすればできるのか考える。どうすればできるようになるのか考え続けます。君らしいね。そう答えるような気がしたよ。どんなに苦しい状況でも這い上がってきてたもんな。僕もその苦しい状況をいくつか作った張本人だけどね。君の精神はいつも健全に物事を対処していく。だから言葉に重みがある。深いね、君は。はあ、ダメだな、やっぱり無理だ。え、君と話せば話すほど僕が溶けて消えそうになる。それじゃ今日はお疲れ様。またね。あ、ネジ先輩。いつも通りに見えたけど違うんだ。もう今まで通りにはできないんだ。お、田中右だ。俺田中右好きなんだよね。なんかもうほんと最近特に田中右が人を呼ぶとき、なんかもう耳についちゃってさ。立花、キサ、ネジ先輩。ネジを呼ぶときは一番好きかも。ネジ先輩。また置いていくつもりか。置いていくつもりか。置いていく、点火するのかな？じゃあ。あ、点火するのかな？田中右置いていかれたから今置いていくつもり。あ、ネジ点火するのかな？アンバーに戻るとか？かけないから。
あ、そういう感じかな。しっかり休憩しようか。また置いていくつもりか。一回一番最初、田中右を置いてクォーツに転化して、今回はキサを置いて。でも、パートナーか。ねえ、アンバーにいるときは田中右がパートナーで、そのパートナーを置いてクォーツに転化したけど、ネジは今別にキサとパートナーってわけじゃないけど、まあ、ねえ、キサは一目置かれる存在だしね、田中右からも。転化して、またキサを置いていくつもりかみたいな感じの置いていくつもりかだったのかな。なんでそこまで見抜けるんだ、田中右は。あいつは独身術者なのか。じゃあ今日はどのメニューにする？最終公演に向けて歌声も磨いておかないとね。ほんとあなた熱心よね。冬休みでもレッスンに来てスター間違いなしよ。え、まさか親父と同じ道をたどるってことはないよね。正月休みも今日までか。海に身を投げるみたいな。明日には授業が始まって、ユニベール公演の発表も。ユニベール公演で主役になる、それがユニベールにいるための条件。配役を決めるのはネジ先輩。私の全てがネジ先輩の手の中にある。そんなことを知っても困るだけだろうな。ダメだ、落ち着かない。少し歩いてこよう。あれ、立花。やだ、偶然。笠井君にマレちゃん、珍しいね、二人でお出かけ。なわけないじゃん、買い物してたらたまたま会ったの。立花は？もし暇なら。あんた、まさか稽古に誘うつもりじゃないでしょうね。冬休み最後の休息中にそんな無粋な真似しないよ。時間あるならカフェで舞台の話でもって。いや、それもう精神の稽古じゃん。ねえ、葛西なんかほっといて私とランチしない？今お正月限定のメニューがあって。一人で食べてきたら？なんであんたに口出されなきゃいけないのよ。俺、立花と舞台の話がしたいし。キサを私とランチ食べるの？うん、私で争わないで。舞台ランチ舞台の話をしながらランチを食べる。うん、それでいいじゃん。ああ、お正月メニューのお正月っぽさやばい。写真写真。あ、待って葛西、あんたが注文した料理も撮らせて。あー、なんかここのスチル欲しいな。仲のいい一年同期のこの休日のひととき。え、めんどくさいな。マレちゃん、私のも撮る？さすがキサ、優しい。ちょっとカサイ、あんたも見習いなさいよ。食べるよ。ああ、待って待って、すぐ撮るから。構図どうしよっかな。これじゃあ料理が全部入らないし。ちょっと葛西、そこのコップどけて。時間かかりそうだな。立花、年末年始は何してたの？寮に残って稽古してたよ。そうなんだ、俺もだよ。知ってたら声かけたのにな。え、あんたたちずっと稽古してたの？ありえない。そうだぞ、年が変わるまでやったんぞ。写真撮れた？ああ、待って。よし、オッケー。はい、食べよう。うん、おいしい。自由だな。俺たちも食べようか。っていうか、なんだっけ？年末年始の話？二人ともずっと稽古してたの？冬休みなんて短いんだから遊びまくればいいのに。最終公演が控えているんだから、そうもいかないよ。3年の先輩最後の公演。
1年あっという間だったな。最終公演、うちはお兄ちゃんと実り川先輩が主役だよ。オニキスはカイドウ先輩とスガチ先輩、どのクラスも盤石の布陣で挑むだろうね。あーでもクォーツは読めないな。クォーツの脚本演出はあのネジ先輩だからね。だろ立花。それがな、それが今大変なんだよ。あ、そうだね。あの大天才ネジコクトが一体どんな廃材を下すのか。廃材、采配な。采配ね。楽しみでもあるけど、誰が主役になるのかな。高階先輩は確実に入るんじゃない。アルジャンヌかジャックエスカは分かんないけど。高階先輩がアルジャンヌなら、睦巳先輩がジャックエースかな。高階先輩がジャックエースだったら、立花が主役もあるかもね。冬公演良かったし。冬公演なら三月様でしょう。あ、キサが悪かったって意味じゃないからね。うん、ありがとう。それにしてもやっぱり読めないわ、クォーツ。読めないで言うとアンバーもだけどね。ほら、田中右注意。まあ田中右ってことはわかるけどね。田中右先輩ね。有名人すぎて自分の先輩って感覚ないんだもん。あー、なるほどね。多分この感覚はあれだな、なんだろう、まあ有名、うん、有名人を呼び捨てにするのと同じかな。芸能人とかってさ、わざわざその日常生活でさんとかくんとかってつけないのと同じだよね。わかるけどさ、冬公演、田中右先輩不参加で学校側にクレームすごかったらしいよ。田中右先輩目的で舞台見に来た人多かっただろうしね。最終公演はどうするのかな。田中右先輩が納得できる舞台にならないとまた不参加なんじゃ。おい聞いたか、アンバー最終公演で我しなりやるらしいぞ。え、我しなりって海外公演でやった？そうそう、田中右中尉の名を世界に知らしめたあの公演だよ。それを再演するって。我しなり、私たちが去年夏休み明けに見たアンバーの舞台。ああ、俺たちは凱旋公演としてあの舞台を見たよね。私あんまり内容を覚えてない。実り川先輩にお前たちが見たらやる気をなくすって言われたけど、その通りだった。ずっと怖かった。キサは？私もどんな話だったかよく覚えてない。田中右先輩の姿だけが焼き付いてる。まあこのね、みんなあんまり内容覚えてないっていうのはどこのルートだったかな。鈴ルートかソウちゃんルートでも出てきたよね。ソウちゃんは結構覚えたんだっけ。怪物がいた。アンバーという巨大な怪物が舞台上から聴衆を骨の髄まで食らい尽くしていた。心は濁流に飲み込まれるように遠くへさらわれていく。そして怪物の胃袋へと運ばれていく。怪物の手足が縦横無尽にうごめく。統制された無駄のないその動き、その中心に彼がいた。俺も凱旋公演は田中右先輩の印象しか残ってないな。凱旋公演は？あの後ユニベール所有のアンバー公演映像を見たんだ。田中右先輩がまだ1年だった時の夏公演。アンバーが海外から注目されることになった我しなりの初演。あれだ、ネジが滝姫やったやつだ。内容は、今は昔、朝廷と争い殺された父親の仇を討つため、娘の滝姫は水神の社へ牛の刻参りを行った。21夜目、滝姫のもとに巨大なガシャドクロが現れると娘にこう告げる。私の妃となれば朝廷を打ち滅ぼし、その恨みを晴らそう。滝姫はこの申し出を受け入れると
一切の慈悲、人としての自らを捨て夜叉となった。ガシャドクロは滝姫の望むまま、多くの人々を踏み殺しながら朝廷に攻め入ろうとする。しかしあと一歩というところで敵の手に打ち取られてしまう。ああ、そうだ、そんな話だった。そういえば我しなりってネジ先輩が田中右先輩に当てて書いたものらしいね。え、そうなの？カイドウ先輩と菅地先輩が言ってた。我しなりは田中右先輩が表現したいものを全て詰め込んだ田中右先輩を最も輝かせる公演だって。その我しなりでネジ先輩は滝姫を演じていたんだよ。ネジ先輩が田中右先輩のアルジャンヌだったんだ。合いそうだわ。評判も相当良かったらしいよ。田中右先輩と二人、アンバーの黄金時代を作るんじゃないかって言われてたくらい。当時のユニベールは橘月がもたらした光が消え去った後だったからね。でもネジ先輩は何の未練もなくクォーツに転化したんだってさ。ほんとわけわかんないよね、ネジ先輩。究極に自分のために生きてるって感じ。クラスに愛着ないのかな。気が変わればクォーツも捨てちゃったり。ああ、やっぱり転化するんだこれは。そんなことはないと思うけど。やっぱ、うん、愛着がないことはないんだけど、今回は理由が理由だから。おしなり。ああ、ごめん。それで滝姫はどうなったの？ネジ先輩が一人でやってた滝姫を双子の姫って設定に変えて、神谷と桃梨が二人でやってる。そうだったっけ？凱旋公演、ほんと田中右先輩のことしか覚えてないわ。神谷と桃梨が二人がかりで挑んでも田中右先輩の器になりきれなかったってことだろうね。だから秋公演と冬公演は二人を育てるために使ったんじゃない？ああ、秋も冬も田中右先輩メインの公演じゃなかったもんね。じゃあ最終公演で我しなりを再演するってことは、滝姫として育った神谷桃梨と一緒に田中右先輩が舞台に立つってことかもしれない。田中右先輩にとって特別な公演だろうからね、我しなりは。俺一度でいいから田中右中尉の我しなり見たかったんだよ。なんとか最終公演のチケット取らないと。我しなりのために。おい聞いたか、アンバー最終公演我しなりだって。感染してるね。見たい。お店の中が田中右先輩の話題一色になってる。やっぱ田中右自身もね、ネジがクォーツに転化するってなって寂しい気持ちはあったのかな。また置いていくのか、置いていかれたっていう気持ちがあるんだろうな。だよ、空気悪い。そうだね、行こう橘。うん。明日は修行日、学校の名前がついたユニベール公演の稽古も始まる。ネジ先輩がクォーツのために書き下ろした台本と、私がユニベールに残れるかどうかの結果もそこにあるんだ。台本あるのかな。なんか台本を残して僕は転化するみたいな急に唐突みたいな。明日どうなるんだろう。でも傘寄せるわ、ちょっといつも前向き。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。重いね。そして読めないネジのテンションは、まあ何かしら起こるんだろうね。その重い展開というか、
何が起こるのか非常に気になるんだけど、多分俺が予想してもね、当たんねえからさ、ネジに関しては、非常に展開楽しみです。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。